ホセデラ、クルス・ポルフィリオ・ディアス・モリは、メキシコの政治家、軍人、長期間、大統領だった独裁者である。近代化を成功させたが特権階級のみ優遇した、ため、メキシコ革命が勃発、失脚した。ディアスは、メキシコのオアハカで生まれた。彼は、ミステク・インディオとスペイン人のメスティーソだった。父親は鍛冶屋で、母親は小さな宿屋を営んでいた。 彼は家計を助けるため、靴作りを学んだ。法律学校で学んでいる間米国戦争が始まり、彼は軍に入隊したが実戦には参加しなかった。1854年のアントニオ・ロッペス・デ・サンターナ、大統領に対する反乱に加わったディアスは1855年、ナヤリト州イストランの町長に就任する。フランスのメキシコ出兵において彼は、陸軍士官として、 数々の戦いで重要な勝利を勝ち取った。彼は1862年のプエブラの戦いで、騎兵隊を指揮した。1863年6月には、フランス軍がメキシコシティを占領、臨時政府を樹立するが、ディアスはメキシコ南部で抵抗活動を続けた。フランスは1866年にアメリカ合衆国の圧力により、メキシコを撤退。ディアスの軍は、 同年10月に放棄し、オアハカを占領した。1867年の大統領選挙でディアスは、ベニート、フアレス大統領と争うが敗北、軍を退役する。1871年6月の選挙にも、再び立憲党候補として出馬するが、敗北。8月には武装反乱を起こすが失敗し、逮捕される。1872年に、フアレスが死去。 本社で釈放され、アメリカに亡命する。1876年7月の大統領選挙に3度出馬するが、セバスティアン・ネルドでテハーダ大統領に敗北。またも武装放棄を行い、今回の放棄は成功し、テハーダはアメリカに亡命。ディアスは1876年11月29日に自身を大統領に任命した。彼は3度目の大統領選では、 大統領の再選禁止をスローガンに掲げ運動を行い、大統領就任後は一号を務めた後副審のマヌエル・ゴンサレスを大統領とし自らは最高裁長官に就任した。ゴンザレスの任期は腐敗と汚職が横行し、彼の任期が終わるとディアスは再び大統領に就任、以前掲げた大統領の再選禁止を保護にしたが、その再任は歓迎された。 当時のメキシコの地下政治新聞は、投票は、有効、再選は、なしというスローガンをもじり、有効な投票はなし、再選と皮肉った。1887年には憲法を改正し、無期限の大統領再選を可能とした。彼は、投票を操作し権力を維持した。また、政敵への暴力や暗殺も言ったが少数であった。彼は巧妙な政治家であり、人々を、 自らの利益に操作する方法を熟知していた。1899年にディアスはベルナルド・レジェス将軍からのある小さな反対に直面した。レジェスの試みは失敗し、ディアスは彼の辞職を強要追放した。ディアスはメキシコを近代国家にするための計画に取り組んだ。彼のアドバイザーたちは科学的な近代化計画を採用し、 シエンティフェコス・シエンティフィコスと呼ばれた。計画には、鉄道網と電信網の整備、ベラクルスとメキシコシティ間の最初の鉄道の建設が含まれていた。彼の統治したメキシコ国内の線路の総延長は10倍に増加した。これらの線路は現在もそのまま使用されている。彼は産業に蒸気機関と新技術を導入し、国外からの投資を歓迎した。 またメキシコシティへの工場の建設を促進した。これらの政策は都市の無産階級の増加と外国資本の流入に着着した。アメリカ資本の成長の影響はアメリカによって多くの土地を失ったメキシコにとって問題であった。ディアスの近代化プログラムはメキシコ全土に広がるアシエンダの所有者と対立した。これらの裕福な農場主は既存の制度の維持を望み、 近代化はアメリカ資本との争いを意味したため、ディアスの資本主義経済化に反対した。ディアスは国の近代化を望んだが、アシエンダの存在には反対せず、その統治下においては農場主たちを支援した。彼は自らの審判を知事に任命し、農場主たちが不法にアシエンダを拡張することを認めた。また、フアレス大統領の時代に設立された。 地方警察ラリーズを使い農民を弾圧した。こうして、彼の時代にメキシコは大規模に外資が導入され、鉄道、公安、通信網などのインフラ整備、新たな銀行の設立、商業の活発化、工業や農牧業が拡大し、経済発展を遂げた。ジョージ・ピーボディア EN、ユージーン・マイヤーが銅山を所有し、EN、J&W ・ w、セリグマン &CEO、CO 電力伝統会社を経営した。だが、無原則な外資導入により、鉄道、石油石炭、鉱山など主要産業はすべて外国資本の配下に置かれ、経済発展の恩恵に良くしたのは一部の特権階級だけで、労働者や農民は逆に貧しくなっていった。そこへ、アメリカの1907年恐慌がメキシコに影響し、社会にはディアスへの不満が高まっていく。 1910年の大統領選には、フランシスコ・マデロが、ハンディアス勢力を結集し、立候補するが、選挙の直前にマデロは反乱扇動の罪で逮捕、収監される。6月の選挙では、極中のマデロに対する投票はわずか196票であった。9月にディアスは、大統領就任、10月に、マデロが恩赦で釈放され、アメリカに亡命し、選挙結果は、 不正があったとして武装放棄を呼びかけた。11月になると各地で放棄が起こり、その流れはメキシコ革命となった。翌年の5月25日にディアスは大統領を辞任、ベラクルスを経由してフランスに亡命した。ディアスは1915年にパリで追放の身のまま死去した。彼はモンパルナス墓地に埋葬されている。ありがとうございます。